北京冬季五輪に出場中のカーリング女子韓国代表チームで首相を務めるメガネ先輩ことキム・ウン・ジョンの過去の写真が韓国で大きな話題になっている。14日、韓国のオンラインコミュニティにはチームキムのキム・ウン・ジョン選手の25歳の時の写真見る、というタイトルの文章が急速に広がった。ここで公開された写真は約6年前のカーリングの試合中のもので、今と似たような感じで集中しているキム・ウン・ジョンは、 15歳と言っても信じられるほどの超動眼だ。ネットユーザーはすごく可愛い、25歳なの。10代でしょ、小学生かと思った、動眼すぎるといった反応を見せている。一方、14日に行われた北京冬季五輪カーリング女子一次リーグで韓国は、第5戦でアメリカに敗れた後、第6戦で日本に勝利を収め、3勝3敗で準決勝進出に希望をつないだ。